ごめん、ごめん。うん、ごめん、おはよう。おはようございます。え、ちょっと待って。待って、本当に今起きたんだが。ごめんなさい。9時半に起きたんだが。そう。ちょっと久しぶりの寝坊でもうなんかちょっと泣いてる。ありがとうございます。仕事大丈夫？大丈夫です。ごめん。さあ、ちょっと本当にごめんなさい。おはようございます。ちょっと顔がやばい、ごめん。すまぬすまぬ。今日ティフです。ティフは出ます。2つステージに出ます。今日は顔があまり見ない。やばい、めっちゃガチの寝起き。ガチガチガチの寝起きなんですけども、どうしよう。なんだこれ、カトリセンコありがとうございます。ティフは今日は1時20分から35分で、瀬戸マイクで、18時45分からティフ選抜のホットステージに出させていただきます。2つあるので楽しみです。昨日覚えてるの、2時ぐらいにねアラームをかけて寝たんだけどね。気づいたら9時だった。いや、焦った、マジで超焦ったんやが。ごめん。4つぐらいアラームを1つも聞くことなく今を迎えたんだけど。鳴ってたのかな、多分鳴ってたんだと思うんだけど。何時間半寝た、めっちゃぐっすり寝ちゃった。ごめん。同室はひなさんです。ちょっといろいろあってね。ひなさんとの同室もすごいね、ちょっと楽しかったんだけども、ひなさんはまだね、おねむちゃん。そう。いや、昨日ね、
なんかいろいろあったの、いろいろ。なんかホテルがひなさんと同室だったんですけど、なんかドア開けた瞬間、まず部屋がなんか面白くて、なんかドア開けた瞬間もうすぐベッドで、でかつなんかダブルベッドなんだけど、ダブルベッドじゃないし、なんかベッドが2つあるんですけど、なんか隙間がないんですよ。なんかベッドの間に隙間がなくて、なんかもう本当に1個のベッドみたいになってて、なんかベッドの存在感がでかくて、そう、もう部屋の8割がベッドみたいな感じで、それでまずなんかちょっと何この部屋みたいな感じで笑ったんですよ。まず笑って、でかつなんかトイレとお風呂が一緒なんですけど、ドアを開けたらすぐトイレなんですよ。でなんかドアがちょっと透けてるんですよ。だからなんかそれもなんか笑っちゃって、なんでトイレ好き好きなのみたいな感じで笑っちゃって、でお風呂にね、なんか大浴場があるみたいな感じでお風呂に行こうってなって、で、まあ、12時ぐらいにひなさんと一緒に行ったんですよ。で部屋が暑かったからクーラーをつけてね行ったんですよ。で大浴場行ったらクローズって書いてあって、えっみたいな、開いてないみたいな感じになったら、そこは男湯で、あよかった女湯開いてるみたいな感じで、女湯に行ったら今度は部屋からタオルを持ってこなくちゃいけなくて、タオル忘れてもう一回帰って、したら帰ったら部屋のドア開いてて、誰か入ったって思って部屋見たら靴がドアのとこに引っかかってて、ドアが閉めずに来てて、あよかった戻ってきてよかったみたいな感じになって、しかもクーラー消えてるしみたいな、クーラーつけれてなくて、でひなさんが、あきちゃん鍵持ったって言うから、え私鍵ひなさん持ってるくないですかって言ったら、えひなあきちゃんに渡したよって言われて、でえ渡されてないですって言って、渡したよって言ってたら本当に渡されてたんですよ、5分前ぐらいに。でも私ベッドの上に置き忘れてて、あきちゃんって話になって、もうなんかダメダメだったんですよ。でお風呂入りに行ったんですけど、なんかロッカーが全部埋まってて、なんかドア入ってすぐの靴箱に服を入れて、もうなんかドア開けてすぐの脱衣所の前ぐらいでもう服脱ぎ始めるっていう、なんか謎の恥ずかしいことをしてて、うん、なんかもう個人的になんか疲れてたんですよ。バタバタのバタバタで、もう本当にバタバタで、うん、でねお風呂に入って癒されたって、ちょっとねひなさんと私本当にね、ちょっとなんかコントレベルでね、本当昨日もうちょっとおかしかったんですよ、なんかめっちゃコントだったの。で帰ってきてゆっくりして寝た。他のメンバーいた、うん、いた、何人かで入って、うん、セットセブンのね面々と入って、うん、いたいた。
初めてこうメンバーと一緒にお風呂を入ったかもしれない。楽しかった。昨日の夜ねメール書いてたんですよ。ちょっと今日あんまメール送れないだろうなって思って、長めに、だから多分届くかもしれないけど、今言ったこと全く一緒のこと書いてました、メールに。誰かに聞いてほしくて。そう、恥ずかしいからあれなの、なんかためらっちゃうんだけど、もうなんか、あ、今メール来た、あ、同じこと書いてます多分。っていうね。話ちょっとバタバタしてたっていうね、コントみたいなことが昨日あったんですよ。うん。ノーメイク、そうです。あ、自分も今メール来た。撮ってるんですよね。時間は、まあ、20分ぐらい経ったら終わろうかなって思います。うん。クマありがとうございます。今日はね瀬戸マイク公演もあるのでよろしくお願いします。水分補給いっぱいしてください。本当に日焼け止めと帽子マジで大事です。のんちゃんさんね、わかんない、のんちゃんさんに連絡してないよね。昨日のんちゃんさん体調悪くて、まいちゃんはねなんかもう元気になったって連絡が来たんだけど、まあ、でもねちょっと2人もそうなんですけど、やっぱりその日良くても次の日とかね体調不良なりやすいから本当に気をつけてください。皆さんも一番日の下にいたの多分ファンの方なんで気をつけてください。うん、くちゃまちゃい、そうですね、私もちゃんと水飲んだりとかご飯食べたりしてるんで、よろしくお願いします。そこはね言っておこうと思った。マジでブス、もう本当にどうしよう。あ、そして昨日はラゾーナ川崎でのイベントありがとうございました。ハイタッチ会と、去年もラゾーナ川崎でイベントさせていただいたんですけど、うん、本当に集まってきてくださってありがとうございました。去年じゃない、今年か、2月か、2月寒かったんだけど今年はめっちゃ暑くてね、うん、まあ、どっちも辛いんやけど、ありがとうございます本当に。ラゾーナ楽しかった、お、行った、お、ありがとうございます。瀬戸セブンラジオ体操、うん、なんか昨日言ってた、うちらが一番ラジオ体操やってるからマジで本気でやるみたいな言ってた。本気でやってるのかな。本当にありがとう。来年もね行けたらいいなって思うこの頃、うん、してね昨日カボタルさんが卒
業発表をされたんですけど、はい、すごいね、なんか寂しいんだけど、まあ本人の決めた道をね応援したいなって、なんかその時間を大切にしたいなって思いました。うん、そう、トラブさんもな、トラブさんはね一緒の公演だったんやけどね、なんかこう卒業発表が続くとね、大好きな人を歌うとねなんか泣きそうになっちゃうんだけどね、幸せになってほしいなって思う感じです。大好きな人の歌詞通り。クマありがとうございます。クマ、クマ3つありがとうございます。クマクマクマ、そう、皆さんもね、送り出してあげてください。ハートありがとう。あ、そう、今日ははみなせはみなせ ST48 お昼12時半からです。聞いてください。土曜日のお昼ははみはみで検索検索よろしくお願いします。ありがとう、聞いてくれ。ありがとう。昨日ね、昨日の夜ね、ちょっと何人かのメンバーとねご飯に行ったんですよ、昨日の夜に。でもちろん大人の方も一緒よ。でさ、なんか辛い鍋の専門店みたいなとこに行ったんですよ。で私辛いのさ食べれん、本当にちょっとの辛さでも苦手なぐらいダメなんだけど行ったのね。したら、まあ、辛いの苦手な人と得意な人が半々いて、メンバーでも。したらなんか辛さゼロぐらいの鍋を食べたんですよ。したらね、食べれたの、全然辛くなかった。だから、あ、私辛いの食べれるんじゃんって思って、なんか私が食べたのはなんかトマトが入ってんのかな、なんかすごいマイルドな感じだったんだけど、全然辛くなくて、あ、ゼロだから、辛さゼロだからでもね、え、めっちゃ赤かったのよ、めっちゃ赤かったのよ。でもそんなに辛くなかったの。だから、あ、なんか辛さって美味しいんだと思ってすごいね、ちょっと甘みを感じるトマトだから、え、ちょっとは入ってたかもしんないよ、辛さ、辛いので。ね、辛いのいけるメンバーはね、めっちゃ赤、なんかすっごい赤い、なんかもう5ぐらいのやつ食べててね、
トマトの甘みなのかな。ちょっとね、ひなさんが隣でね、よそいでくれててね、なんかすごい彼女感だった。今来たけど何時だったの。ちょっとね、すっぴんマジで寝起きみたいな。どうしようどうしようかひな、あ、ひよこのおにぎり。そう、ちょっとひなさんと喋ってた。手振って。9時50。お、どうしようかな。じゃあ。そろそろ終わろうかな。いや本当にもうね、申し訳ない。メールありがとう。寝起きで書いた。いやメールはね、あの 夜中のね、ちょっとまだギンギラギンに目が冴えてる時に書いたんで、ちょっと長めなんですけど、またメール送ります。いや本当にごめんね、今日はもうなんか申し訳ない。うん、マジ9時ぐらいにすればよかったな。ごめん、すまん、うんごめんね。今日は TIFF 瀬戸マイクステージと STU のね、 TIFF 選抜ステージ2つあるのでお待ちしてます。すまんのって言って、すまんの。今日何時あたり七並べある。あ、そう、七並べね、なんか上位目指してるんですけど、すごい皆さんが頑張ってくれてて、今3位、私が見た時は3位だったんですよ。さ、私さ、七並べを伝える手段さ、メールしかないからさ、すごいラグが発生するんだよね。今日はちょっと空き時間にやろうかなって感じで、ちょっとまとまって1時間の間に5分5分5分とかちょっとねできるか不安なんですけど、ちょっとランダムになるんですけど並べたいと思います。もし夜ねできるようだったらまたやります。今ね多分私16位ぐらいだった気がする。ゴールデンタイムでめっちゃもうブワーってやった。でも4位ばっかよ本当に。時間はあの基本はあの自分の携帯のアプリのこの時計のアプリの赤い線を見てて、赤い線が10に行った時、まあ、20秒前になった時に自分で 1,2,3,4,5,6 って数えてるんです。でもでもね、じゃ結構ね割とファンの人と当たるから割と自分の体内時計は正確なはずなんだよね。だから割となんかそのなった瞬間に押してることが多いです。でもめっちゃ当たるんだけど全く同じやり方。おいしい私は結構自分の感覚を信じてるんだけど。オキパパと最近対戦した。オキパパはねマイキューと当たってた。私はねあのママンヌと当たったよこの間。 CM はねもう撮ってるんですけどね、すんごいなんかもう恥ずかしいセリフをね言ったんですよ。もう萌え萌えな。それがちょっとねお蔵入りになっちゃうのもなかなか悲しいのでね、ちょっとは日の元に出してあげたいなって思います。新ライブの CM はママンヌ当たった。マイケル昨日かな、パパンヌと当たってた。あ、初めてなんかメンバーの保護者と当たったでよろしくお願いします。
じゃあそろそろ終わりますね。今日は本当にごめんなさい、見てくれてありがとうございました。じゃあちょっとランキング読みます。すまんかった。あ、待って、ランキングどこで読む。男女から読む。13位、ケイダさん、ありがとうございます。12位がテイトリックさん、ありがとうございます。11位がカタさん、ありがとうございます。10位がクッキーさん、ありがとうございます。9位がケムマキさん、ありがとうございます。8位が台湾夜嵐、おきすきおはようさん、ありがとうございます。おはよう。5位、9位がケムマキさん、ありがとうございます。あ、読んだな。7位ムルさん、ありがとうございます。6位がミツさん、ありがとうございます。で、5位が一下さん、ありがとうございます。4位がショウさん、ありがとうございます。実際回読むの皆さん、ありがとうございました。で、3位がトートさん、ありがとうございます。2位がウサさん、ありがとうございます。そして1位が待ってるねニコちゃん、ありがとうございます。1位おめでとう。最下位1までの皆さんもありがとうございました。ということで、そろそろ終わります。待ってます。ありがとうございました。今日ごめんなさい。バイバイ。クマありがとう。じゃあおやすみなさい。じゃないよ、ごめん、間違えた。おは、行ってきて。